山野辺賞は東京都府中市出身のプロ野球選手、宇藤右内、埼玉西武ライオンズ所属、小学校から野球を始める、中学時代は武蔵府中シニアに所属、東院学園高等学校では3年夏に2類種に定着し、神奈川県大会準決勝では金子一期要する日大藤沢高校に勝利し、神奈川県大会決勝まで進んだが、 霧リ学園高校の松井祐希の前に敗れ、甲子園出場はなかった。1学年先輩に、モテギ五郎、若林昭弘、1学年後輩に、斎藤大将がいる。大リ林大学では、打撃が向上し、2年春に一部昇格後は2年秋、3年春、4年春夏にベストナインを受賞し、4年や秋には、初のリーグ優勝に貢献した。 エース佐々木戦はやぶさで、関東地区大学野球選手権大会でも優勝し、第47回明治神宮野球大会に出場。準決勝では、ゆげはと、京田洋太要する日本大学戦では2点タイムリーを放つなど活躍。竜優や、星智美、佐野圭太ら要する明治大学には敗れたが、準優勝に輝いた。大学時代の同期に、佐々木戦春がいる。 三菱自動車岡崎では1年目からレギュラーに定着し、2017年に都市対抗野球大会と日本選手権大会2018年に都市対抗野球大会に出場した。2018年10月25日に行われたドラフト会議では埼玉西部ライオンズから3位指名を受け、11月15日に契約金6000万円、年俸1500万円で契約した。 2019年5月9日の対、千葉ロッテマリーンズ戦でプロ初安打を放つも、その1本に終わり一軍出場は9試合にとどまった。ただ、イースタンリーグでは87試合に出場し、チーム最多タイの12本類が、さらにはリーグ最多の29盗塁で盗塁王を獲得した。2020年は、新型コロナウイルスの影響で120試合制となる。 6月の開幕を一軍で迎え、ダイソーとして起用された。7月10日のロッテ戦でシーズン初スタメンを果たし、4打数1安打1打点。翌7月11日も3打数1安打1打点と、活躍するも、その後は、スタメン機会に恵まれなかった。10月20日のロッテ戦で、スタメン出場すると、最終打席で平凡なフライを打ち上げるも相手や手が、交錯して、 サヨナラタイムリーエラーとなり初のお立ち台に上がった。翌10月21日にもスタメン出場でサヨナラヒットを放ち、レイヤのサヨナラだ、お立ち台となった。ちなみに、この2夜連続のサヨナラ劇は、打者、山野部城、生函者、を野崎治虫、勝利投手、増田達志、敗戦投手、増田直也と役者が全く同じという、珍しいものだった。 このサヨナラ劇を機にラッキーボーイ的存在としてスタメン機会が増え、出場53試合、打率、2334打点、5盗塁という成績でシーズンを通して一軍に帯同した。オフの宮崎フェニックスリーグでは出場機会を増やすために外野手に挑戦した。2021年もキャンプで外野手の練習に取り組んだが、オープン戦で外野を守ることはなく、 前年と同様に主にダイソー要員として、開幕を一軍で迎えた。4月3日の福岡ソフトバンクホークス戦で、戸野崎治むすぐるが、死球による骨折で離脱した後は二類種として、出場機会を得て、球団では17年ぶりとなる福岡での同一カード、3連勝に貢献した。4月6日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で一類に、 ヘッドスライディングをした際に、左手や指を負傷。強行出場を続けるも痛みが引かず4月10日に登録を抹消され、4月12日に左母、左子 MP 関節尺側側副人体修復手術を受けた。全治3ヶ月の見込みだったが早い回復を見せて6月5日の2軍戦で、実戦復帰、6月10日に一軍に復帰した。ただこれは、 山田春香風が胃腸円で欠場したことによる緊急昇格であり、源田宗介の復帰に伴い6月18日に登録抹消。6月20日の2軍戦に2番中堅でスタメン出場をするもスライディングキャッチを試みた際に左手首を負傷し再び長期離脱となった。8月27日に実戦復帰を果たした。ありがとうございます。